セクシーゾーン菊池風磨&スノーマン渡辺翔太。嘘婚第2話、巧みにライバル出現。セクシーゾーンの菊池風磨が主演を務めるカンテレフジテレビ系カドラ、イレブン、嘘婚、火曜夜11時の第2話が、18日に放送される。菊池風磨主演、嘘婚、超モテ敏腕建築士の主人公、巧、菊池、が、再会した幼馴染の八重、長浜ねるに依頼したのは、まさかの半年限定の、嘘の結婚相手、アルバイト。嘘婚は初恋の再スタート。本当の愛を叶えるため不器用ながらひたむきに奮闘する姿を描いた、嘘から始まるラブコメディー。菊池のほか、長浜ねる、スノーマンの渡辺翔太、トリンドル・レーナ、小田リサ、黒羽マリオらが出演する。巧、菊池が提案した嘘婚、親江、長浜が受け入れたことで、夫婦を演じることになった二人。態度にこそ出さなかったものの、子供の頃から八重に恋心を抱き、20年にわたり初恋をこじらせていた巧は、朝、一緒に暮らし始めた八重の気配を家の中に感じ、幸せをかみしめていた。